本屋さんで買うどんなフレーズ集よりも絶対に役に立つんですよねそうな。これおすすめ。あともう一個ね、大切な言葉。おーすごいじゃないですか。Hey guys, it's Chica! 皆さんこんにちは。ちかです。今日は英語を勉強してるけどなかなか上達しない。なかなか喋れるようにならないと思っている皆さんのための動画。この動画を見て皆さんの英語学習の方法が大きく変わると思います。最近私が読んでいる本で 成功する人としない人の大きな違いは execution 行動すること実行力と書かれていたのですがその通りだと思います英語でよく「knowledge is power」という言葉があるのですがその本では「knowledge is power only if you use it」と書かれているのです英語学習がまさにそれ 語彙力を増やしたり、文法を学んだり、学ぶことが多いのでどん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 知識をため込むじゃないですかでもそれを実際使わないと英語って使えるものにならないんです皆さんもご存知の通りお猿さんがずっと前から英語学習をしているのですがまたさらに英語力がついてきました 最近実は結構衝撃的なことがあったんです少し前にアメリカの実家のシアトルに戻ったんですけれど皆さんもよくご存知の私のシアトルのお友達とリナを食べましたお猿さんもあのよくこういう時に一緒に来るのですが、ま、だいたいたなんか会話が盛り上がっちゃってお猿さんはまあ私の横でポツンとなかなか会話に入りきれずのままなのですが今回は。 ケトジェンゴ fruit is usually okay. Some, yeah, yeah, but no uh, pasta, bread, yeah, 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 so cupcake, you know. <laughs> so, yeah. so I you ate rice, cheese, beer. So, like, like, so I might disappear. Oh, that? <laughs> 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 that's good. That's a long time. That's good. Yeah. Good, for, good for you. <laughs> yeah. It's good. Yeah. <laughs> <laughs> Did you guys see that? いつも私の隣に座っていたお猿さん、なんと反対側に座ってローエンの旦那さんのデビンとがっつり会話をしているじゃないですか。びっくり。ちょっと前のお猿さんからは本当に考えられない衝撃的な出来事です。どうやってここまでたどり着いたか、お猿さんを呼んで聞いてみましょう。お猿さん。お猿さんです。どうもこんにちは、お猿さんです。お猿さん。<laughs> はい。私のシアトルの友達と。いつもはねこっちかの横で。 なんかビビりながらさ、ね、っ笑ったふり笑ったふりをして<笑><笑>みたい全然分かってないのに、ね、<ん>俺ねなんか喋ってましたねどうしちゃったの <laughs> 結果は言ううになってましたじゃあそ,<う>その結果にたどり着くまでの過程を、はい、ぜひ皆さんとシェアしましょうそうですね大きく分けると二つやってます TV のお勉強ね、インプットの部分とアウトプットさっきのナレッジと そうですそうですで今オンライン英会話のキャンブリーを週に2回1コマ30分でやってます前からオンライン英会話をやっているけどうん、うん、前は15分だったのでもう15分もちょっと長いな上にさカウンターであと何分ってお前<ん>まだ3分もあるどうしよう <laughs> 何喋ればいいんだろうみたいな気づいたらあれ今俺30分でやってんじゃんと思ってバイ どっかかのタイミングで何かで30分にしたんだよね。で30分がもう慣れてるから30分やってるでしょでそれを前はたまに気が向いた時にやってた、うん、でも今はもう週に2回やるぞっていうふうに決めて定期的に週2回だったのねうん、うん、見てる皆さんもなんかできない量じゃなさそうだよだね、うん、そのオンライン会話結構最近やってる中で何、うん、か実際は僕が編み出したというか今コーチングサービスやってるでしょ。うん コーチからら教えてもらってもっるわけ。これから言うのは僕が勝手に適当にふわっと言ってんじゃなくてその英語のプロが教えてくれてそれを実践してるんだけれども、うん、まずね先生の選び方。うん、キャンブリーのたくさんの先生がいるから誰を選んでいいかわからないその中でまずねお気に入りの先生を見つける、うん、あこの人と会話してて楽しいまず楽しい重要じゃん。うんうん、で自分のレベルに合っていてで会話がちゃんとこうポンポンと。 つなながっていくような先生、うん、でこれをね人人から3人ぐらぐい。それはもう、いろんな先生をやってやっていく中で「あこの人いいなじゃあ次もやってみよう」うん、でこれが見つかると「あの先生すごい良かった」と思ったのにもう誰かに取られてるっていうのもなくなるのなんでかというと予約できるからより効率よくレッスンをスタートできるそうですだから僕も今はアメリカ人の男性オランダに住んでるの。だえーだ

oh gosh my daughter アトワえ、フロリダにニえ、これもアメリカ人の女性で、多分英語の先生やってる人 I got very lucky. I'm a high school, now middle school, high school teacher,、mm hmm. and I left my school. private school I was working in the Miami area. I lived closer to Miami at that time. And I started working from home for an online high school. So completely online. My kids, it's kind of like Zoom, but I have 60 to 300 students at a time. And it's all over the state of Florida, but I work from home. So I started at the end of 2019. So I got very lucky. この3人がお気に入りとして普段あのスケジュール見て「あこの日やるんだポチ」っていう感じで選んでるうん、うん、新しい先生だと毎回大体同じ話から始まる自己紹介の。うん、なんで英語をやるのこれって慣れてきていいんだけれどもずっとその話ばっかりを何回も何回も何回もやるわけ <laughs> で深い話はあんまりいかないけど。うん そのお気に入りの先生がいるとどん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 こういうビジネスやりたいんだとかいう話もあればいやうちの子はなんか最近体調悪くて「あうちの子もそうなのどこもそうね」みたいなそういうなんかなんだママ友パパ友みたいな話もするしだからこれはより深く深く日々出会わない単語だったりとかっていうのがこうビシビシと。 だからある程度るまあちょっと共通のネタがある人だと、うん、その会話のネタも切れずに自分の日常であったこととかも話せるような相手になるってことそのいだよね。でもね実は同じ先生と毎回だと慣れてきちゃうよ、ね、そうなんですよ 相手も多分お猿さんの英語にも慣れて、お互いなんか推測できるような感じがる。そうなんです、そうなんです。それはやっぱりね、これバランス。僕は週1回はお気に入りの先生。でもう1回はなるべく新しい先生を探すようにしてやってます。これね、ね最初の会話は大体一緒なんだけど、その先の展開、うん、全然予測できないから。それはね、それで面白いし。サンフランシスコ、they let the crime run rampant, as they would say. Run rampant. To run rampant means to become out of control. Mm, yeah, yeah, yeah. So if you don't put in any restrictions or boundaries, things will run rampant. Yeah. It will become like a, a snowball effect as it rolls. Mm, oh, I bigger see. And bigger and bigger. Yeah, uh, yeah, yeah. yeah. <laughs> 普段アメリカに行って誰かと話すっていう時、全員が全員知ってる人なわけじゃないじゃん、ね。だいたい知らない人も多いよね。バ <laughs> リガレー会を見てくださってる皆さん、たまになんかチカちゃんの英語は聞き取れるんだけどって言われて、<laughs> れ私の英語はもうなんかいっぱい吸収して慣れてるから、たまに新しい英語に触れたりっていうのも大事だねそ。それです。この二つのバランスは、もうん、うん、僕にとってもすごくいいし、やっぱりコーチからもそうやった方がいいですよっていうのは。 教えられたので確かにいいです、うん、で、す。あともう一個ね大切なことがあるすごい嫌なこと言います今から何でしょう本当に<え>俺はすごい嫌なの<何>だけどやっぱコーチから教えられてやったら確かになこういうことかって思ったのやりたくないけどやってることってことね,ねそうですそれはキャンブリーの場合はその録画がされていてそれが見れるのよ で、それをね、見返すの。大事これ、ね。多分皆さんやられるとわかると思うんですけどすごい落ち込む。やっぱり見て反省点だったり改善点をちゃんと分かった上で次に挑まないとそうです同じ言い回しをしちゃったりとかそうです成長がね。そうですねで。見返してその落ち込むだけじゃなくて落ち込むために見返すわけじゃないからあ。 この時にこういうこと言いたかったけど、あ、言えなくて出てこなかったとか、うんうん、俺なんかわけわかんないことをしどろもどろに言ってるなとかがあるわけ。じゃあそれを、じゃあ本当はどうやって言うんだっていうのをちゃんと調べて、正しい、うん、あ、こうやって言うんだっていうのをこう知る。うん、これが重要で、だからじゃあ正しいのってどうやって知るのって、うん、そうそうそう、それ。僕の場合はチャット GPT。おを使うんですよ。AI とかね。AI で。ねチャット GPT に その自分が言いたかった日本語を入れて、で、これを英訳してってお願いするとやってくれるじゃないですか。うん、で、しかもチャット GPT ってさ、音声で読んでくれるでしょうん、だから、あ、こうやって言うんだ、みたいな。発音もわかる。発音もわか,かる。で、あともう一個 tips があって、これはなんとなく自分で編み出したんだけど、うん、そのさ、チャット GPT に 入れたら、え、俺こんんな言い方できませんと初めて見た単語だよとかいうのはあるので、うん、要はちょっとレベルがそう高すぎる場合か、うん、なので僕はセファールっていうさ英語の指標があるじゃん、うん、レベルで今僕 A2 だったり A2 プラスだったりを行ったり来たりしてるんだけど A2 プラスもしくはもう一個上も知っておきたい <laughs>、うん、その違いもねらに、まあ、ちょっとライト目もうちょっと簡単なのが欲しいから。 A1、A2、B1 のそれぞれのレベルで教えてちょうだい。<laughs> それわかるんだ。わかります。ええ<ー笑>。だから、いや、やっぱ B1 はなかなかあれだなっていう場合もあれば、あれ、いけんじゃん、これ。え例えばじゃ例えば、これ今、ジャーナルブランドを立ち上げて、ローンチしたじゃないですか。<laughs> はい、でそういう話を先生としてて。アメリカンピポー、エブリ j o のジャーナリング。 アメリカではジャーナルはとてもポピュラーですが日本ではまだそれほど知られてないです、うんうんうん、っていうのを言いたかったのねこそうで。これをちゃんと言えなかった。でこれをセファール A2A2 プラスでセファール B1 一番簡単な A2 は In America, journals are very popular, but they are not so well known in Japan. A2 so well mm -hmm. journals are quite popular in America, but they are not as widely recognized in Japan. So quite. Mm -hmm. B1 mm -hmm. journals are highly popular in America, but they are not as familiar to people in Japan. Familiar, yeah. 大概ね、あの選びがち。<laughs> なんかフォーマルになっていくんだよね。ああそうやっぱり、うん、堅苦しい感じに。ねうんうん、確かにその場面にもよるけれど A2 の方が私はちょっとしっくりくいきた。<laughs> <laughs> そうでも実際によく聞いてる音とかで言うと A2 だなとか思うんだけれどもうん、うん、例えばさ英語の単語の勉強してて「ファミリア」どうやって使うのうん、うん、っていう時にあ ファミリア出てきたとか、うん、あなるほどねベリーの代わりここクワイトでいいんだとかそういうのもわかるので、うん、これおすすめこれ今セファールでやってるけどわかんないトイック何点ぐらいのレベルって言っても、うん、まあ普及してるテストとかだってあればそうそうきっとチャット GPT さんが分かってらっしゃるので、うん、で実際はこれをやったらちゃんとメモしとくんですよあちゃんとメモしてるこうやってうまく言えなかった フレーズ一覧みたいなのね。そうそう、自分でね。これはもうただ単に僕やってるメモなんで別に何でもいいんだけれども。でもこのフレーズ集が一番役に立つよね。そうなんだよ。だって自分が言いたいことだから。そうなんです、本当に。何回も使うの <laughs> もいい <laughs> う何回も使う内容だけど。そう,そうそうそう。本屋さんで買うどんなフレーズ集よりも絶対に役に立つよね。まさしく、それをね、スマートフォンに入れて、普段から見れるようにすると、うんより効果的ですよ。 これこうやって表もありつつクイズレットっていうアプリがあるのね、うん、そこに単語とかフレーズとか入れられるのでこれをクイズレットに入れちゃうのそうするとですねこれ私の娘アメリカに行くとキャラが変わりますこれよく俺言うわけようん、うん、でそれを今度は 最強のリアルカスタマイズされたフレーズ集です。で、これだと。誰に言えばいいのかな。た <laughs> だ、こういうので、こう、スワイプしてさ。いつもこれ見てる、お猿さん。なかなか覚えられないんだけど、やっぱりこれ。 日々見てそうだから何回も触れるってことだよね。次にキャンブリーでまた言ってみようとか。そう意識しと意識するためにね。そう,そうそうそう。でなんかそんなに言ってはないじゃん多分。見てないみ。見てるのはすごい見かけるけど。<laughs> でも相手がいないとなかなかブツブツ。<laughs> そうブツブツ言うだけで終わって。うん、だからそのオンライン英会話でそれを。あこれ言うチャンスきたとかうん、うん。それたまにみ見るのちょ,ちょっと待ってってならない そういう余裕はない。でもまたありえなかったなとか。<laughs> でも本当に。 本当にやっぱり口に出すことが言葉を習得することに大事だなって思うのは最近クローバーがねしゃべるようになってきたんですけどもシャドーイングがもう半端ないよねめちゃめちゃシャドーイングしてるじゃん昔プリンの英語学習の過程みたいなのアップしたことがあったんですけどもうクローバーがまさにその過程を今踏んでいて聞いたもの全部シャドーイングするんだよねでリピート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 っていう,うだからさあ,あいつやっぱ英語上手くなっちゃうんだよ プリンの英語もシャドウイングするでしょう、うん、全部、聞いたもの全部。自動シャドウイングみたいな。<laughs> 抜かされるよ。さ、無意識にしてるような、すごいよね,ね。で、結構音きれいに撮ってんだよ。うん、そうそう、わかる。やば。子供は無意識にできるけど、大人だと結構かなり意識的にやらないといけなくなりますが、はいはい、でも多分それをやるっていうのはすめ,めちゃくちゃ大事なんだよね。よね大人になると、さらに、ね、恥ずかしさとか緊張とか、 そういういメンタル的なマインド的な部分ブロックも入っちゃうから、うん、そこはやっぱり慣れ、はあ、で克服していく感じだよね。もう慣れるしかない。慣れると自然と「あ比較級言えた」とか「現在官僚進行形言ったじゃん」とかそう。だから言おうって思うよりも言ってたっていう感じになってるんだよね。ナイスティーミーチュ別に一回ナイスティーミーチューは初めましてって。 えー、返さないじゃん、えーで。それがより多くのものでできるってことだよね。すごいじゃないですか。いや、そう。だもんね、次言いたいやつとかね、あるの。俺ね、フィギュアを言いたいの。 Figure it, out. figure it out. これはシャドウイングとかやってて、出てきて、あ、よく言うな、Figure it out. Figure out. いう,う,うちもプリンも言ってたからさ。うん、よく言う。ね、うん、だから。Let's figure it out. そう、これをね、いつか言えるようになりたいんだよ、<laughs> Figure i out. そういうちっちゃな目標がある。<laughs> また今度、アメリカ行きますが、はい。楽しみですね。そうだね。だそういう話もキャンブリーの先生と。 店員さんと話すとか旅英語的なものはだいぶ慣れてできるようになってきたっていうのがうん、うん、多分ちょっと前までの成長、うん、でその私の友達と話すっていうのが、うん、今回のなんか新しい成長のなんか始まりな気がしてそれは、ね、もちろん前も少し触れましたけど話したいことがあるとか話す内容 伝えたいこと、言いたいことがあるっていうのはすごく大事で。<う>ね、デビンとね、体づくりについて話せる。とか。あの、減量期はどういうふうに、うん、食事をとってるかも、ね。なんか人生のネタというか、<laughs> うん、その今筋トレしてるとか、で何かをしてる。<う>で、ね、そのアクティブなことによって、うん、多分会話。そう。 ができるっていうのもある、ね。こっちも言いたいね熱、うん、もあるし、向こうもい、ね、食いついてくれるあの。筋トレネタ結構最強じゃない？最強だね。っていうのはの全世界共通。あとまあ大会に出てさ、<laughs> 写真を見せると、<laughs> そ,そうだね。すごい食いついてくるね。<laughs> なんだらデヴィ、今お猿さんと同じトレーナーさんで。そうなんですよ。<laughs> 考えられます僕の拙ない英語の説得で <laughs> 彼は今日本人のコーチ僕のパーソナルトレーナーにトレーニングをオンラインで。でトレーナーさん別にそんなに英語しゃべるわけじゃなく初の英語クライアント <laughs> <laughs> で。もお猿さ,さんが話しててお猿さ,さんのトレーナーさんってなんか英語でもやるのとかって聞いてきて。 <laughs> お猿さ,さんが影響してる。次はもっと喋るネタがあるね。<laughs> そうだね。懐かしいよね。あの、ローウェンとデビンが日本に来た時、もプリンとか生まれる前に日本に来て箱根に行ったよね。箱根に行ってで、私はローウェンと、ね、あの温泉に入ってる間、お猿さ,さんとデビン <laughs>。俺、アメリカ人とお風呂に入って。すごい、ずっと無言でお風呂に入って。<laughs> あのね、わけわかんないこと言ってた。<laughs> ホットスプリング、アイズ、ニア、ボルケーノ。で、<laughs> ちょっとデビンが出ていくっていう。<laughs> 今だったら、もうちょっとね。ねおおおぉ、おぉ、みたいな。でもそれはそれでちょっとなんか、デビン、大きいから。<laughs> そうだね。<laughs> 憧れるアメリカ人のあの,の、あのね、あのね、さとか太さね。でも、本当、でも、そこ、そのオンライン会話があっての、うん,うん、そうです。そ慣れというか、なんか、ビビらなくなった。緊張はもちろんしているとは思うけれど、それよりも、自動的に働き始めてくれる自分がいるから。そう、やっぱ慣れ。 れるには、使うしかない。使うしかないよね。そうです。もちろん。使うしかない。いや。で、最近ね、やっぱり日本にいると使う機会がないとかって言ったりしますが、もうその言い訳できないよね。そうっすね。お猿さんだって使ってるわけだから、日本にいながらも。俺さ、一番最初に週2回やってますって言って、もしかしたら、え、それだけって。うん。私もなんか、え、もっとやってなかったっけと思った。そうそう。あのね。 30分やるじゃん、うん、?30 分を振り返るのにやっぱ1時間2時間かかんのよ。これ<ー> <laughs> は。ってなると、1時やって2日間ぐらい振り返りうん、うん、で、またやって2日間ぐらい振り返りで、これで大体もう1週間、うん。サイクル回してますね。3回やるともうマックスよ。ちゃんとエクセキューションして、言えなかった、リフレクションもして。はい で、また、PDCA みたいな。そうだね。サイクル回してますね。さすがことコンサル <laughs> そう。これでもう、フルで1週間、オンライン会話を活用できます。あのもう、お猿さんが、こうやってね、まま、あのね、あの、あ,のあまり言いすぎるとさ。そうだね。<laughs> スタート地点を思い出してください、<の>皆さん。はい、うもう、あゆまりみーからですから。<laughs> そうです、そうです。そこからで考えると、もうすごい成果。そうです。 ですよね。だからお猿さんができるようになっちゃうともう言い訳ができない誰も <laughs> そうだねだからもうちょっとしたらベストセーラーかけるんじゃないいやかけるな私はひそかにそれを期待してるひそか,かにでもないずっと言ってるけど、ね、昔からずっと言ってお猿さんが英語を話せるようになったらもうベストセーラー出せるじゃんって言ってね迷前はねなんかうーんとか思いながら言ってたけど、うん、なんかいけんじゃないみたいな確かに。 引き続き、はい、キャンブリーさんにお世話になります。いや,ね、いや、そりゃそうよ。ね、皆さんもぜひぜひ。い本当はい、最近のコメントでね、ちょっと前にアップした、うん、このトラック、リビアンっていうトラックの動画で、お猿さんがはいはい、はい、その借りた先の方と話してる様子が出てるんですけど。はい。

最近ね、プリンもね、たま、ちょっこちょこ、パパに英語で話しかけるようになってきたんですよ。<laughs> その、その指標もどうかと思うけど、確かに、お英語で今話しかけたと思って。うん、ねえ、前は絶対に日本語だったのが、うん、そういうけど、英語で話してる。ね、ちょっと、ちょっと。だから、うん、パパ英語できるんだってなんか思ってんだろうね。 ってことかなもうキャンブリーさんのおかげですね。<laughs> いや本当ですあのということで今日はお猿さんが、ま、オンライン英会話は前からやっているんですけど、うん、ちょっとやり方を最近変えて、うんま、より それを活用して英語を自分のものにしているという過程を皆さんとシェアしたいと思いました。はい、おさるさんが使っているキャンブリーというオンライン英会話については概要欄に記載しています。はい、今、キャンペーン中ですので、<う>ぜひお得な情報も概要欄に載せてますので、チェックしてみてください。Alright guys, thank you so much for watching! And we will see you guys again soon! この動画、役に立ったおさるさん頑張ってるね一緒に頑張ろうと思ったら、ぜひいいねを押してください Alright guys. Bye. Bye.